時間が経つにつれて。おかえりなさい、アーロイ。ポセイドンを回収したようですね。すぐに行く。アーロイ、施設内にある部屋を新たに開放することに成功しました。わかった。このベータは面白そうだ。パパはお前を心から愛しているよ。お前のフォーカスに記録されてた映像を繰り返し見てる。心が落ち着くらしい。私も前はよく見ていた。何かを忘れたいときに。パパはお前を心から愛している。私に話があるんだろう。留守の間ベータの様子を見に来て話すようになったんだ。だよな。ヘファイストスを捕まえる方法はないか、ガイアのデータを調べてて、そのうち他のことも話すようになって、だんだん打ち解けてったんだよな。そしたらある日、ゼニスの一人は他の連中とは違うって言い出して。ティルダ、見たでしょ、ハデスの試験場で。それで地球に着くまでゼニスが顔を見せることはなかったの。サービターから彼女は私の支援者だって聞かされてて、学習してればいつか会えるって約束されてた。それである日、私のインターフェースにチャンネルが開かれた。そこでティルダが待っていたの。大きな海が真下に広がる崖の上のバーチャルな家の中、綺麗だった。ティルダは絵や本や映像を見せてくれた。隠れて何度も会ってたけど、数ヶ月後に突然終わったの。なんで終わってしまったんだ。ハデスの試験場でティルダのデータを見つけた。ゼニスとゼロドーンの連絡役だったみたいだな。エリザベト・ソベックのことも知っていた。だから君に接触したのかも。他に彼女の情報はあるのか。ティルダは絵の話をするのが好き。彼女自身のことは、例えば地球でのこととかゼニスに入った理由とか聞いてないのか。自分のことは話さないの。質問しすぎるとすごく嫌がるし。でも多分地球では優秀なプログラマーだったから、検知できないデータチャンネルも作れたんだと思う。他に私たちが利用できそうな彼女の情報はないのか。ティルダは私に話しかけてくれた最初の人なのよ。弱点を分析するために話したかったわけじゃないから。ティルダはデータチャンネルを使って接触してきたのか。トレーニングの一環としてインターフェースに表示されてきたの。開けたら不具合みたいに画面が乱れて、そこに天地式の暗号が表示された。仮想空間の開き方の説明が書いてあって、
中に入った瞬間、トレーニング画面が消えた。そこにはいつもみたいなホログラムの教師やファイルはなくて、彼女の家が完全再現されてたの。他の連中は気づかなかったのか？トレーニングを続けてるように見えてたはず。一人でね。その秘密の仮想の家は海の見える場所にあったのか？波しぶきが見えたし、波が岩を打ちつける音も聞こえた。それにカモメの鳴き声もね。家の中にはティルダのお気に入りの絵が飾ってあった。光の加減に合わせて絵が変わるの。肘掛け椅子があって、絵を見てる間彼女は座って外を見ていたわ。何時間もそこで過ごしたの。帰りたくなかった。ティルダがいろんな絵や映像のファイルを見せてくれたのか？会うといつも新しい絵を見せてくれたの。彼女オランダ人よね。だからお気に入りはみんな1600年代のもの。肖像画、グワや船の絵、たくさん持ってた。お前はどうなの？私は映像の方が好きだった。トレーニングするより学べたと思うし、クリップとかショーとかホロとか。2回目の出会いっていう番組がお気に入りでね。ホットゾーン危機で行方不明になった子供と再会する話なんだけど。そうか。それより他に役に立ちそうなゼニスの情報は何かなかったのか？ない。その情報は検閲されてたし。ティルダはお前と話すために崖の上に仮想の家を作り上げて、その後姿を消した。エリザベトと知り合いだったこと以外、なぜそんなことをしたのかわからないのか？そう、わからない。彼女がいなくなった理由を考えたけど、自分が原因なのかどうかそれすらもわからない。ゼニスと対面した時も無視された。データチャンネルなんてまるでなかったみたいに。どうでもいいけどね。ティルダも他と同じ、助けてなんかくれない。わかった。この話はもうやめよう。どうした？努力はしてる。でもベータは気難しくて。私は荒野を駆け回り、命を危険にさらしているのに、ベータは引きこもっていかに希望がないか語るだけだ。境遇には同情するけど、正直あれじゃ足手まといだ。お前は何でもやってのけるからな。たまにお前の辛さを忘れそうになる。実際ちょっと前まで歩くことすらままならなかったってのに。そういえばお前を試験場近くの水辺から引き上げた時、ロストの名をつぶやいてたな。口には出さないが、育ての親だもんな。お前も寂しいんだろ。当たり前だ。でも今は寂しがっている場合じゃない。まだやることがある。わかった。ベータのことは任せろ。ゼロドーンのことについても聞いてみるよ。この拠点に慣れてくればヘファイストスの件も協力してくれるかもな。だな。でも期待はしていない。本当だって、飲み物で柔らかいんだ。柔らかいってどういう風に？アロイ、何かあったのか？お前バールと長いこと地下にいただろう。いや別に気にすることじゃない。まあいい。何か用か？
もう慣れたか。バールが施設を紹介してくれてるよ。言葉に詰まってない時はな。あいつガイアかウタルの新入り女がいるとすぐに孫つきやがんだ。ヴァンガードは大丈夫か？お前がここにいたら指示を出せないだろう。メリディアンには伝令を送っておいた。救世主の手伝いをしてるんだからアバードも文句は言わんだろうさ。フォーカスは使いこなせてるか？まだ読み方を学んでる最中だよ。あそこのカップルも親切に教えてくれるしな。ちっこい記号ばっかりでよ、頭痛がするぜ。でもすぐ追いつくよ、任せとき。それじゃあ行くよ。俺も学習に戻るか。気をつけて行ってこいよ。なあ、今いいか？もちろん。気分はどうだ？ベータがゼニスと一緒に過ごした時間について考えてたんだ。人を閉じ込め、道具か何かのように自分たちが必要な時だけ利用するなんてひどすぎる。だってエリザベトは世界のために身を捧げたのに、ゼニスの奴らはベータを奴隷か何かみたいに扱ってるんだぞ。だからこそ奴らを止めなきゃ。バール、ゾウと学習してるって？ああ、まあそうだな。彼女は俺より先に記号を覚えたし、だったら教えてもらう方がいいだろ。だよな。千年前にシリウスに向かったゼニス、その張本人と戦うことになるなんてな。そんな長く生きるなんて、そりゃ不自然じゃないか。まったくだな。ベータがいたとこで見つけた武器だけど、奴らに使うことはできるのか？サイレンスに破壊されたから無理だ。ゼニスを倒す武器まで作っときながら、なぜお前を騙したんだ？どういうつもりか知らないが、考えがあるんだろう。ロストのことは思い出すよ。今になってもしょっちゅう親代わりに私を育ててくれた。それに私がハデスに見つかってエクリプスが来た時、ロストは私を守って死んだんだ。遠い昔のようだ。あれからいろいろあった。今やってることを、聖地でずっと暮らしていたロストが理解できるとは思わない。だから干渉には浸らない。全て終わるまではな。分かってるよ。たまに妹のことを考える。もし試練を生き延びてたらどうなってただろうって。それで辛くなって忘れようとするんだけど、また思い出すんだよな。完全には忘れられない。記憶は必ず蘇るものだ。大事なものは特に。分かってる。でも今は使命に集中しないと。そうだな。そろそろ行かないと。何かあったら言えよ。アーロイ。いや、調子はどうだ？問題ないけど、バールからベータがなかなか溶け込めないって聞いた。力になれるといいんだけど。それは難しいかもな。時間がかかるとは思う。でもできることはしてあげたい。コターロとは話したか？ほんの少し。テナークスはよそ者に興味を示さないから。だから彼を仲間にできたあなたはすごいなって。だいぶ慣れたようだな。ガイアからこの施設について聞いた。テラフォーミングシステムというものが復活した暁には、大地の神々のようにこの星を育てるって。そんな施設がこんなに無機質だなんて変な感じがするけど。ゼニスたちはベータに対して
ひどい仕打ちをしてきた。そのゼニスが不老不死だなんてなんだか今でも信じられない。生と死の断りを無視して生き続けていくだなんて、思い上がるにも程がある。人は死んで土に帰ることで新たな命が育まれるというのに、なんて王様しい。たった一人でカージャと戦おうとしたのか。そうよ。でも私は一人じゃなかった。ウタルの声に私が異を唱えたという話は一気に広がって、気がつけば十数人のウタルの戦士が共に戦うと言ってくれた。カージャと正面から戦っても勝てはしない。でもここは他でもない私たちの土地だから、敵部隊を待ち伏せしたり補給線を断ったり夜を狙って襲撃したりした。それは厄介な存在だったろうな。テナークスにも一目置かれて、カージャを東に押し返すとき私を仲間に加えてくれたの。そして焦土の光まで追い返した。テナークスがカージャを破ったとき焦土の光にいたのか。テナークスの勇士が恐れの谷の崖を登って背後から奇襲を仕掛けた。次の瞬間門が開かれ全部隊が中へなだれ込んだわ。その後の光景はあまり思い出したくない。激しい戦闘が収まった時、あの匂いがした。人の肉が焼ける匂いが。敵は駆逐され、私は残った者たちとウタルに帰った。ウタの平原に戻った後、実りある収穫が巡っても私の心は戻ってこなかった。その時に祈り手になった。ええ、苦しむ者たちを慰めることで自分も癒せる気がして、そしてあなたに選択を迫られた。死者のために祈り歌い続けるか、皆を生かすために戦うか。そして立ち上がってくれた。それじゃあ行くよ。幸運を祈ってる。扉が開いたみたいだ。ガイア、この部屋は何なんだ。管理センターのスタッフのために用意されたレクリエーションルームだったようです。レガーラの行動を追跡できるよう表示項目を変えておきました。これは使えるな。今少し話せるか。もちろんだ。タラナーが拠点に来たらしいな。彼女には会ったか。少しな。カージャの鎧でテナークスの領土に入ってくるとは大胆な女だ。あれじゃ即座に攻撃されても文句は言えん。承知の上さ。ただそれでも探し出したい人がいるんだ。命を懸けるに値するものだといいがな。フォーカスについて学んでるのか。そうだ。この前お前がゼニスのスペクターと戦った時のホログラムを見た。あいつらは俺が今まで戦ってきたどの機械よりも俊敏だ。あれが一体何体いる。定かではないけれどかなりの数だ。あの群れにはお目にかかりたくないな。同感だ。そろそろ行くよ。俺にできることがあればどうか言ってくれ。分かった。ありがとう。